からブレイズを取ります。結構ねこのエクステの部分ほらこういうところが地毛がね出てきてしまってすごい汚いので一旦ブレイズを取ります。でちょっと明日髪の毛をまあショートで綺麗に揃えてもらってハイトーンにしようかなって思っています。でもブレイズめっちゃ気に入ってたからまたすぐやると思う。久々の前髪だ。あーめっちゃいい感じ。すごいコンパクトになりました。ございます。髪型めちゃくちゃいい感じじゃない？なんか昨日ね眉毛黒かったんですけど今日のメイクちょっと明るめの眉毛にしてみたらすごいいい感じになりそうでめちゃくちゃ嬉しい。はい、こんな感じで化粧が終わりました。洋服も着替えて今日はスポーティーな感じのコーデでいきたいと思います。ゲームシャツでねスポーティーにするんですけどあえてウエスタンブーツを履こうと思っています。スニーカーだとねこうスポーティーしすぎちゃうので今日はね時計を撮影ということでちょっと足元はキュッと引き締めてウエスタンブーツを履いていきたいと思います。なんかさこのさ唇腫れてる具合めちゃくちゃ良くない？初めて唇にヒアルロン酸入れたいって思った。帰ってきたらね明日からはもう連続いや DJ があるのでその DJ の準備をしていこうと思います。集中して今日はそれをやっていこうかなっていう一日です。ということで行ってきます。すごい素敵。はい、ここのホテル。する予定だったんですけど急遽やめて一人焼肉にやってまいりました。ロースハラミ定食ランチ。イベントに行ってたら遅くなっちゃって品川までしか来れなかったです。うるせー。でも一人暮らしもとっても楽しかった。充実してた。すごく早くない？あ、だいぶ早い地点から見つけた気がする。じーん、福岡土産ごまさば。イエーイ、ポンちゃん嬉しい。私の大好きな明太子を買って、あ、福岡もうね大好物しかない。最高。なんだかもうめちゃくちゃ暑くない？どっか
かでは40度記録してるらしいですよ。うちは先週から永遠にもう冷房をずっとつけています。うんちゃんも暑いもんね。もう暑そうでかわいそう。暑いね。髪の毛全部切るのもありなんだけどね、あの芝カットみたいにね。ちょっと最近届いたものが溜まっているので開封をしていきたいと思います。これはこの前頼んだマンハッタンポーテージのリュックが届きました。このマンハッタンポーテージのイベント7月10日にあるって言ってたんですけど、もうチケットが結構な勢いで売れてるらしくて、友達からももう買えないのみたいな連絡すごい来てて、すごいよね、楽しみ。まあね、出演アーティストさんがすごい豪華っていうのと、あのクラブの中だからまあ暑いだろうけど、野外よりかはまだマシな気がする。まあ野外フェスも野外フェスで楽しさあると思うんですけど、なんか最近年齢なのか熱中症になる確率が高くて、高いというか、この前飲みの市行った時もそうだし、あと古着の山久さん行った時も20分ぐらい外にいるだけで結構熱中症になるみたいな症状に行きやすくなってて、自分的に。それこそいきなり冷房キンキンのところに行くともう急に風邪ひいちゃったりとか、中学生の時とかこんなカンカン照りの時に外でテニスしてたことが本当に考えられないぐらい、今はもう日光に当たると大変だからね。今年はしっかり日傘を差して今動いてます。普段は全然日傘とか使わないって感じ、まあ今までそうだったんですけど、ちょっとさすがに今年は日傘がないと生きていけない気がして日傘を買いました。はい、ということで、じゃあまずマンハッタンポーテージのリュック、じゃーん、大きい。こっちは私のじゃないですね、彼が頼んだ方。めちゃくちゃでかいよこれ想像をはるかに超えるでかさ。ちょっと開けちゃうか。すごい、え、でかっ。まあでかいリュック欲しいって言ってたからちょうどいいんだと思うけど、私にはめちゃくちゃでかい。で、私が選んだのはもっとちっちゃいリュックを選びました。なんか普段からリュック背負うこと多いんですけど、子供っぽくあんま見えたくないなってずっと思ってて、子供っぽく見えなそうなリュックの形にしました。こうちょっとファッショナブルに寄ってるような。ではじゃーん、こんな感じのリュックを買いました。なんだろう、何式っていうの、こういうガチャンっていうなんか普通のリュックよりかはちょっとファッションに合わせやすいのかなって思って、うん、パソコンも入るだろうしカメラも入るだろうし、中もね思ってたよりすごい大きくていろいろ使えそうですね。次は、あ、なんか待って、まだなんか入ってる。あ、え、嘘、2個もいいんですか。え、嬉しい、やった。こちら、じゃん、もう一つこのチェックのバッグが届きました。やった、こんな感じでちっちゃめのバッグですね。これもお出かけの時にすごい使いやすそうで嬉しい。カバンめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。たくさん使わせていただきます。はい、じゃあ次、これはですね、多分水着、韓国の水着ブランド。またね、柄が可愛いんだよね。はい、こんな感じ、見てください、可愛くない。これね、何柄って言えばいいんだろう、お花の多分写真をこうコラージュして作られている水着ですね。色合い超可愛くないですか。ちょうど来週サタビに行くのでサタビで使いたい。はい、じゃあ次、あ、これはヨタさんからのプレゼントですね。Tシャツ、美容師さん、私の知り合いの美容師さんが作ってる T シャツをいただきました。あ、ロンティーだ、いいね、ロンティーか、かわいい、シンプルなデザインで。ロンティー嬉しいな、 XL のロンティー、一番ワンピースとして使える。これ販売してるのかな。なんかね、 T シャツ作ったからあげるって言われて送ってもらったんですけど、販売してるのかな。あ、8位な、ポンちゃん。この靴めっちゃかっこいいですよ。本当、あのレディースサイズもあるんですけど、私はメンズにおすすめしたい。靴下もかわいい。わー、あー、かわいい、見てください。なんか全然硬くなくて靴ずれしなさそうでいいね。やだ、嬉しい、かわいいじゃん、ローファー。なんかね、私は今回シンプルなローファーにしたんですけど、ここに色がついてるやつとかいろんな種類があったので、ちょっとインスタグラムね覗いてみてほしいです。
てか最近結構さ、こうストリート系っていうよりかはちょっと細身きれいめのファッション、シルエットがねすごい綺麗に見える服装とかコーディネートが流行ってると思うんですけど、そういうねコーディネートにここの靴は本当に合うと思うので、ぜひチェックしていただけると可愛いのが見つかると思います。はい、ありがとうございます。嬉しい。これインスタあげよう。てか全部インスタあげよう。